私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。山下智久10年ぶり共演に緊張。若俳優、と叱咤された山崎努との師弟愛。朝早くからのロケでしたが緊張した面持ちで臨んでいました。放送中のドラマ、正直不動産で主演を務めている山下智久、37。連ドラに出演するのは19年の主演ドラマ、インハンド以来。しかし冒頭の緊張は3年ぶりの連ドラ主演が理由ではないようだ。山下さんは第1話のゲストとして出演した山崎努さん85との演技に固くなっていたようです。12年のドラマ、最高の人生の終わり方以来、10年ぶりの共演で山崎さんに成長した姿を見てもらいたいと考えていたそうですよ。カメラが止まると、二人の仲睦まじげな様子が目撃されている。立ち上がろうとする山崎さんに山下さんが手を貸したり肩を支えたりしていてまるで親子のようでしたよ。話すときは山崎さんの口元に山下さんが耳を近づけて真剣に聞いていました。二人の出会いは06年。山下にとって初めての単独主演作、クロサギでのことだ。山下さんは共演する前から山崎さんを尊敬していたそうです。一方で山崎さんは、初めのうちはあえて話しかけず、役者としての表現力を見定めていたそうです。芸能関係者。二人は作品を通じ、徐々に距離を縮めていったという。セリフにとらわれる役者はバカ俳優だ。セリフの裏にあるものを感じながら言葉を発しろ。と演技論を説くなど、山崎さんは時に厳しく育てていきました。山下さんのがむしゃらに取り組む姿勢を見て、次第に俳優として認めるようになったそうです。前で芸能関係者。以降も二人の交流は続いていく。山崎さんは12月生まれなのですが、そのタイミングで山下さんが、クロサギのメンバーを集めて誕生日会を開いていたそうです。コロナ災い前まで10年以上続く恒例行事だったと聞いています。山下には山崎と会う時の必須アイテムがあるようだ。山崎さんの自宅に招かれることもあるそうですが、山下さんは会話をすべて録音しています。その時にはわからないことでも何年か経つと理解できるから、とボイスレコーダーを回すと言います。前でテレビ局関係者。正直不動産の第1話放送前には山崎がツイッターを更新。今回カメラの前で立派な男になったことを確認と山下を称えた。これに対し山下は、今僕が演技の仕事をできているのは土さんのおかげです。こんなことを言っていただけて感無量です。と感謝の言葉を綴った。初共演から16年。若俳優の劇が山下を大きく変えていた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。